第80回歴史講座、続きまして武断政治から文治政治です。江戸時代の初期、幕府は各大名に対して厳しい態度で臨み、大名に少しでも落ち度があれば戸様や譜代、あるいは審判の区別なしに容赦なく取り潰すという改易の処分を行いました。で、この改易の原因で一番多かったのは、後継ぎが決まらないうちに大名が死亡してしまうといういわゆる無死断絶でした。例えば関ヶ原の戦いで西軍に属しながら裏切った小早川秀秋や徳川家康の四男の松平忠義らが無死断絶で改易となっています。この無死断絶なんですが、大名にとっては深刻な問題だったんですね。で、本来であれば大名が元気なうちに後継者を決めておくべきなのですが、例えば子供がいない大名が弟養子を決めた後に実子が生まれた場合には、お家騒動の原因となって改易の口実を幕府に与えてしまいますよね。また人間はいつ死ぬか分かりませんから、万が一の場合に急いで後継ぎを決めることができれば大名は助かるのですが、こうしたいわゆる末子養子の制度は幕府が一切認めていませんでした。で、この多くの大名が改易されたという事実は様々な影響を社会にもたらします。武力に優れた侍が常に必要とされた戦国時代とは違って、平和な社会の実現で新たに召し抱えの機会がめっきりと減った時代は、主君の改易で職を失った武士の再就職が非常に困難になっていました。しかしだからといって武士が農民や町人として再出発することは至難の業ですし、何よりもプライドが許しません。かくして大名の改易によって発生した数十万人の浪人の多くが職にあぶれたまま失意の日々を送っていました。で、活路を見出そうとした浪人が江戸などの大都市にやってきたものの、厳しい現実がそう簡単に変わるわけがないですよね。で、食い詰めた浪人たちの中には、自分たちをこんな境遇に追い込んだ幕府を深く恨んだり、苦しい生活から盗賊などに身を落とす者いたりして、社会不安が増大していきました。で、追い詰められた浪人たちの不満が頂点に達し去ったこの頃、一人の指導者によって大きな危機が生まれようとした際に、たまたま起きた出来事によって江戸幕府が崩壊の危機を迎えようとしていたんです。慶安4年1651年、三代将軍の徳川家光が48歳で死去し、新たにこの徳川家綱が四代将軍になりましたが、新将軍はまだ11歳と幼く、老中の松平信綱や家綱の叔父にあたる保科正之らが政治を行うことになりました。で、この頃新将軍が少年であることを絶好の機会であるとみなし、幕府を倒して浪人を救済しようと行動を開始した男がいました。その名を由井正雪と言います。で、正雪は江戸を焼き討ちし、幕府が動揺している間に江戸城を乗っ取り、同時に大阪や京都でも一揆を起こして天下を混乱に陥れようとしましたが、計画が事前に幕府に発覚してしまったことで未遂に終わり、慶安4年1651年旧暦7月に正雪は自害しました。この事件は当時の元号から慶安の変、もしくは由井正雪の乱と呼ばれています。で、この正雪の計画は失敗はしたものの、あわや倒幕かという事態が現実になりそうだったということは幕府に大きな衝撃を与えました。そしてこの事件をきっかけに、幕府はそれまでの武力で世の中を支配するとした武断政治の方針を大きく変更するようになるのです。で、慶安の変が起きた原因の一つに、大名の改易による多くの浪人の発生がある、まあ、そう考えた幕府は、それまで一切認めなかった末子養子の禁を緩和して17歳以上50歳未満の大名に認めました。で、その後成人した家綱が寛文3年1663年に代替わりの武家諸法度を発布した際に、大名が死亡した後の家臣の殉死を禁止しました。これは大名と家臣との関係は一代限りではなく、後を継いだ主君に対してもこれまで通り奉公しなければならないという主君に忠誠を誓う朱子学の概念にも由来した幕府の意思を示していました。で、こうした幕府の政治体制は、それまでの武断政治から平和的な秩序の確立を目指す文治政治へと大きく転換させることになり、
家綱の次の将軍の治世で大きく花開くことになるんですね。なお家綱は全国の大名に対して領地当て買い状を発給して将軍の権威を確認したり、幕府の直轄領において大規模な検地を行うことで収入の安定化を図ったりしています。また松尾養子の金の緩和によって上杉謙信ゆかりの米沢藩が改易を免れていますが、その際に松尾養子となった上杉綱則はあの忠臣蔵で有名な吉良上野介の実子です。でこの松尾養子の金の緩和や殉死の禁止などの政策は家綱の後見役であった保科正之が深く関わっていました。二代将軍徳川秀忠の子として生まれながら家臣に預けられて育った正之でしたが、実直な人柄や優秀さによって異母系の三代将軍徳川家光に可愛がられ会津23万石の藩主となりました。で家綱の治世において正之はさまざまな政策を実行しました。幕府が大名の重臣の人質を子孫にとって人質にとって江戸に住まわせる大名承認制度を廃止したのも正之ですし、江戸の水源不足を補うために引かれた玉川上水は施設の一部が21世紀の現代でも使用されるほど完成度の高いものとして有名です。また明暦3年1657年に江戸の町を焼き尽くした明暦の大火によって江戸城の天守閣が焼け落ちました。しかし天下太平の世にもはや天守閣は不要として再建しないことを決め、代わりに江戸の道路を広げるなど都市機能の復興に全力を挙げました。正之の子孫は松平氏を名乗り会津藩主として幕府を支え続けました。幕末に京都守護職の重責を担い新選組を率いて滅びゆく幕府を懸命に支えた松平かたもりも会津藩主です。ただ徳川家の血は引いているものの系統上は養子ではございます。